はーい、皆さんこんにちは、のぺんです。信長の野望大使やってくでしょう。さあ、前回はこちら浅井長政をスピード攻略しました。これで信長様の領土を全部取れば、私たちは多分総武事例を出せる条件が整うではないでしょうか、ということで、さあ今回で最終回となるのでしょうか。さあ、信長様が激しい抵抗を見せるのか、頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、それでは織田信長に最後の宣戦をしていきましょう。さあ、とどめを刺していきましょう。いくぞ。はい、さあ、信長よ、その首この義重がもらい受ける。この俺に逆らう者がいかなる末路を迎えるか、貴様はその身をもって知ることになるだろう。うん、やっぱり姿勢がいいね。で、長宗我部家、味方になってくれた、ありがとう。で、上杉家も味方になってくれた、ありがとう。さあ、で、ここばかりの次第、兵糧2万。さあ、行きましょう。そうだな。で、6万出せるか、すごいな。で、向こうは8万も出せるのか、すごいな。じゃあ、まずは、伊賀上野城、行きましょう。で、次は、じゃあ、そうやな。じゃあ、ここ、ハブ城、行きましょうね。出陣するぞ。じゃあ、次は、長宗我部家から援軍をもらいましょう。さあ、ここで信長様もひとたまにもなかろう。まずは、こう、こう、こう。で、これで、金銭1万、1万2000、1万4000で、兵数7万か。まあ、こんぐらいあれば全然十分だと思います。ありがとう。さあ、では行きましょう。で、長宗我部家は、さあ、これで81,500。じゃあ、そうやな。それは、じゃあね、じゃあ、ここ行きましょうか。角本城、行きましょう。はい。出陣しよう。さあ、8万出していくぞ。で、まだまだ出せるに違いない。じゃあ、次は、そうやな。じゃあ、飯盛山城、行きましょうか。はい。出陣します。さあ、これでひとたまりもあるまい。で、もうちょっと遠くの方からも出していこう。じゃあ、7万か。すごいな、兵糧大丈夫かなって心配になる。で、総大将、ねね。お願いします。さあ、では、ねねは、じゃあな。じゃあ、ねねはね、じゃあ、筒井城向かってってもらいましょうか。はい、お願いします。さあ、で、さあ、信長様の動きはどうなるでしょうか。行きましょう。はい。すげえな、どんぐらい兵出してるんだろうな。賞は終えられぬな。20〜30万ぐらいあるだろうね。さあ、で、そろそろ対面使った方がいいかしら。もうちょっと待てか。で、島津家と長宗我部家が輪を結んだ。さあ、では、じゃあ対面使っていきましょう。私も本気よ。さあ、まずは足軽青年行きましょう。皆の者、さあ、まずは足軽青年ドーンで、からの猛攻号令。はい、皆の者、さあ、では行きましょう。で、猛攻号令ドーンからの、そうやな、あーで、あー、もう使えないか。じゃあ、まあ、とりあえずこんなもんでいいや。さあ、行きましょう。はい。さあ、まずはここだ。戦場は狭く、勝敗の行方は分かりません。直接決戦様式を取りますか。うん、取りましょう。さあ、初戦は落としてはならない。はい、伊賀上野の戦い。真田正幸 VS 丹羽長秀。あー、丹羽さんか。さあ、まあ、だいぶ兵数は私たちの方が有利っぽいけど、まあ、分からん。さあ、頑張りましょう。行きましょう。はい、開戦、伊賀上野の戦い、お願いします。今回私は奈落うずめり金金でございます。で、向こうはドラダイ見張り小屋砦、そしてのろしだね。じゃあ、まずはのろしを速攻で潰しましょう。さあ、行きましょう、行きましょう。進みなさい。で、今回チャチャも出てるんだね。はい、さあ、浅井一家を撃ちに来たからね。さあ、どうするどうする。ご命令。はい、鉄砲始めるぞ。さあ、まずはどう言ったら、ああ、でも砦があるか。じゃあ、砦潰していきましょう。はい、覚悟は良いか。さあ、向かいましょう。敵の居所。さあ、で、まずはのろしを潰した。となると、じゃあこっち、覚悟しろ。はい、で、チャチャはこっちね。始めましょう。さあ、ごいや。で、ちょっと私たちの右翼が脆い。じゃあ、こうしとこう。始めましょう。敵の居所。で、ちょっと太田輸送がきついか。じゃあ、こっち行こう。いざ進む。さあ、こっちや。やりたい。前へ。で、チャチャは回り込んで。で、奈落まずい。大丈夫。さあ、で、鉄砲行きなさい。で、うずめり、いいね。大舞台が食らった。あ、しかも下駒ライデンさん。さあ、行きましょう。さあ、鉄砲。ご命令ください。こっちよ。覚悟しろ。さ
大丈夫かな。はい、行こう。いや本陣切り込み、そこか。ちょっと逃げよう。始めるぞ。いや、この辺だ、この辺だ。始めるぞ。とりあえずじゃあね、ちゃちゃと田村さん早く早く復帰してください。で、じゃあこっち、はい、ちょっとこっち厳しいです。さあどうかしら。で、鉄砲始めるぞ。よりといさあ、どうあって。で、さあな、じゃあまずは卑怯のもの、はい、さあ行きましょう。見せてやろうか。さあこれで速度と攻撃力が減少で、士気も低下いいんじゃない。はい、鉄砲食らわしてやりな。で、こいつで、太田優作はちょっと耐えて、まずこの舞台を投げ払う。さあ切り越え、向こうもやっぱ強いな、かなり能力高い。楽勝かと思いきや意外と苦戦するかも。やりたいと、ここは逃がさん。まあ、教育しとこうか。はい、ごめん。で、大谷がすぐちょっと厳しい。下がろう、下がろう。で、金を壊されんように。で、奈落決まった。さあ、行きましょう。知れました。で、鉄砲、はい。覚悟は4番。で、となると、沢田正幸もきつい。大丈夫。始めます。早く、早く、早く、こっちの人たち、こっち来て。見せてやる。はい、始めましょう。さあ、こうして。さあ、総大将キック。前、寄りたい。さあ、どうだ。さあ、いいね、よし、来てもらい。一旦引くか。で、まず倒して。さあ、こっちを。やりたい。さあ、だいぶ私たち持ち直してきた。で、こっち。しまった。先方使ってなかったわ。はい。はい。見せてやろうか。さあ、こいこいこい。こいこい。こっち、作詞か、違うな、もう一部隊潰した。できれば強撃校舎を使いたいところ。じゃあこっち、はい。で、ちゃちゃこっち来て。で、ちょっと沢田まさゆききつめ。始めるぞ。こっち、こっち、まっさからを。さあ、で、じゃあまずは、はい、卑怯。表裏卑怯と呼ばれるゆえ、見せてやろう。さあ、ちょっとさ、沢田正幸がきつめなんだよね。で、どうだどうだ。はい、鉄砲を食らわしてやりなさい。で、こう。で、こっちな。さあ、どんどん崩していこう。進みなさい。で、はい、強撃校舎。はい。さあ、スコップマライメンを潰せ。さあ、もうすぐ、士気が落ちそう。で、捨てがまり。なんですか、それは。さあ、で。さあ、強撃校舎。さあ、引き続き攻めてきなさい。で、捨てがまり。逃げるというのね、追いなさい。はい、始めます。始めます。やりたい。さあどうだ。総大将、総大将じゃないな、追いなさい。はい、やりたい。さあ敵の兵をカラッカラにするんだ。やりたい。こっち行こうか。はい、投げ払え。さあ、で、沢田がちょっと厳しい。やばい。ああ、金が壊される。やめなさい。やめてやめて、お願い。その気持ちはよう分かる。さあ、で、返そう。さあ、で、はい、卑怯。そして、捨て釜にまたそれ。やっぱりちょっと沢田が厳しい。いざ進む。ちょっと気をつけよう。負けるといいよ。さあ、守れ決めた。いいよいいよ。さあ、どうです、どうです。さあ、で、鉄砲、はい、いざ進む。こっち、はい、鉄砲始めるぞ。で、はい、こっち、OK。 で、そっちは大丈夫。ゲチで、こう返して、こう始めるぞ。こうしての、で、こっちはじゃあ、こっち向かおうか。はい、行きましょう。さあ、で、潰した。ふぅ、さあ、こう、野牛石秀才を囲んでしまいなさい。やりたい。 OK。 ふぅ、じゃあ、あとはじゃあこっちやな。はい、鉄砲。で、次はこっち。こっちはこのまま。うわ、ライデンさん強いな。もう一部隊向かおうか。じゃあこっちも。今更だけど、ね。始めるぞ。やりたい。前。さあ、で。こうしよう。はい。始めるぞ。やりたい。前。さあ、どうかな。やりたい。で、こうしての、教育校舎。はい。さあ、囲んじゃって。やりたい。で、こっち。前。で、もう一部隊どこ行った。あれ、敵の移動。あ、いたいたいた。知れました。
さあ、丹羽長秀を潰すんだ。その前に、下妻雷電を潰したい。頑張れ頑張れ。さあ、遠当て。今更何をしても無駄だよ。始めるぞ。さあ、教育校舎、はい、教育校舎。さあ、どん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 潰していけ。いけやー、はい、ふんと。さあ、どれだけ下妻雷電の兵を削れるか。回想した。よし。さあ、で、まだ丹羽長秀は元気っぽい。さあ、それまでに下妻雷電を潰すんだ。はい。さあ、奮闘。いいよ。あーで、丹羽長秀ここで倒れた。オーケー、快勝でございます。パーフェクトゲーム、ナイス。死力を尽くした甲斐があった。さあ、被害は全然違うね。まあでも私たちも結構いたで。で、ここで真田正幸を返した方がいいな。捕獲したの、北畠、うん、はい、ようこそ。で、まあ逃がしてあげましょう。はい。さあ、で、片付けない。じゃあまずは、あ、はいはいはい、伊賀上野城落ちた、早いな。よかったよかった。伊賀上野城は硬いんだよ。さあ、逃がしてあげましょう。片付けない。で、まず真田正幸を騎乗させる。あ、まあ入場させようか。はい、どうぞ。で、このまま四季は片倉小次郎に打ったとなると、じゃあこう行こうか。出陣する、はい。あーで、向こうも兵が引いた。で、飯盛山城落とした。早い早い早い。足が叩きそう。そうか、信長様の、あの、さっき戦ってた部隊はあれだね、ほとんど全部の兵を出してきたってことか。おー、これは面白くなってきたよ。さあ、どんどん落としていこう。出陣します。さあ、どうする。はい、シギナザとワラの勝ちはいきません。まあ、とりあえずやっておきましょうか。はい、行きましょう。タブの戦い、佐竹義重 VS 朝倉景武かな。うん、多分ね。まあ、兵数は圧倒的か。さあ、では潰して死んでよ。なぜ信長様がいない。ここで負けてはならん。いいね、オッケー、楽勝。さあさあ、あと信長様はどんぐらい抵抗できるかだよね。全然被害兵数違うもんな。よーし、よし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 。もうしっかり準決勝は育てたからね。さあ、で、あーっと、島左近さん捕まってる。で、福島正則にも捕まってんのか。さあ、では、間に合わせてあげよう。もう秀吉は私たちの元に下ったぞ。で、羽生城落とした。ナイス。で、次はじゃあ、はい、逃がしてあげて。はい、どうぞ。片付けない。で、次はじゃあ、そうやな、こっち行こうか。じゃあ、三木城。まあ、多分向こうも、ほとんど兵は出せないでしょうに。じゃあ、1万5000は出せるか。1万7000が出せる。じゃあ、こっち行こう。はい、戸一城。さあ、行くぜ。で、病がはびこってる。大丈夫。よう、病流行るな。さあ、で、あー、結構被害受けてる。しまった。で、毛利家と通商を結べる間柄になりました。オッケー、いいでしょう。報告いたします。通商協定結びます。表情。さあ、表情でございます。流行り病を何とかしよう。じゃあ、そうやな。西洋医学は農業と、論議か。農業と論議。はい。ピッカーはなし。じゃあ、木下秀吉、徳川家康で明智光秀。そうそうたるメンツだね。これにて表情を。さあ、まずはじゃあ、西洋医学会で疫病の被害を低下させる。で、次はまあ、まあ、取るもんもないか。あ、捨て釜に取っておこうか。はい、いいでしょう。はい。ご命令を。さあ、では最後の対面使っていきましょう。はい、砲術源さん。鉄砲隊の射撃威力上昇。いきましょう。さあ、坂東太郎を思い知らせてやる。いくぜ。はいよ。さあ、シギ三条としましたね。オーケー、ナイス。いいよ。で、この人を捕獲しましたけど、まあ、逃がしてあげましょう。うん。血なまぐさいのは嫌い。さあ、では、じゃあ、秀吉はそうだな。北上するか、南下するか。まあ、兵の数が少ないから、戸一城行きましょうか。はい。さあ、行きましょう。で、筒井城到着。筒井城は、方位76日、いいでしょう。で、戸一城にこもってた敵が逃げ出した。オーケー、やったー。
さあで、この人を投与して、はい、逃がしてあげる。正しくない。さあさあさあで、どん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 敵が落ちていく。で、じゃあ秀吉は、参るぞ。じゃあ高屋城を向かいましょうか。はい。皆の者、戦場上限的にもちょうどいい。で、高屋城到着。高屋城は、強行50人しか。はい。で、じゃあ、ねね。ねねはね、じゃあ、岸和田城かな。岸和田ちょっと戦場上限がちょっと狭いな。あ、じゃあ大阪城行きましょう。はい。出陣しましょう。さあ行くぞ。すごいよね。秀吉とねね、夫婦で総大将やってるんだ。で、三木城到着。三木城は、強行15日か。早い。さあ、ハブ城で流行り病が出たようですが、当家の備えにより痛手は抑えられました。オッケー。三木城にこもってた敵が逃げた。オッケー。早い。この人投与して、さあ3人逃がしてあげましょう。じゃあじゃあ佐々木義重はこっち行こうか。姫路城出陣するぞ。なんかあー、なんもないか。よし行きましょう。なんかニュースが出たような。織田家の細川忠興が説得に応じてくれる。あ、マジで。じゃあ説得応じましょう。じゃあ強行84日。はい。で、清水山城で流行り病、大丈夫だよね。ちょっと待って。私がクリックする暇がない。石山ごぼう到着。石山ごぼうはじゃあ、強行116日。説得に応じてくれるっつうのは、はい、細川忠興ね。さあ、では、酒井忠次さん、説得に向かってください。忠興殿、お待たせしました。恥ずかしながら道に迷ってしまいました。酒井忠次、お茶目。ははは、わかりづらい場所ですからな。めっちゃ笑ってる。じゃあお話はこれ。はい。で、なるほど。これ。はい。で、次は、これ。あれしまった。じゃあ、お家最高で、これで説得しましょうか。はい。さあ、指示があれば役場に合わせて動きましょう。さあ、では、じゃあ、早速お家最高と行きましょうか。じゃあ、細川忠興、お願いします。はい。はい。佐竹家系にこそ従属しますが、我らは今に細川家としてこの乱世に再び旗揚げします。うん。ままならぬものよ。忠興は我らから独立しただけでなく、佐竹家についただと、義重めに諭されたが、やったー。あ、で、石山ごぼう落としたんだ。やったー。すごい、なんかものすごいお城を守ってたのね。じゃあ、有岡城。出陣しましょう。やったー、石山ごぼうはね、攻めるの大変だからね。で、ああ、もう、織田家は6000しか兵が出せんらしい。ああ、これは。さあ、早速、当家に従属している細川家ですが、家臣として取り込んではいかがでしょうか。いいね、やったーめっちゃ楽に石山ごぼう落とせました。じゃあ、加入武将は、あ、素晴らしい。細川藤高さんとかね。やったー。じゃあ、次は、明智光秀は、じゃあ、岸和田城の方を向かってもらいましょうか。はい。さあで、ああ、向こう兵引いたか。もうこれ無理だろう、だけ。さあで、有岡城到着。有岡城は、じゃあ、水攻め81日。で、あと。さあ、あとどんぐらい落ちるかな。さあで、二条御所で流行り病が出たようにございますが、当家の備えに痛手は抑えられた。よかった。もう病が猛威を振るってる。で、岸和田城落とした。オッケー。いいよ、いいよ。で、この人をまあ逃がしてあげましょう。私けない。で、あとはじゃあこっちか。手を打ちましょう。室山城。はい。室津城だ。はい。行きましょう。さあどうでしょう。さあで、柴田勝家出てきた。戦場狭く勝敗の行方は分かりません。分かりました。やっていきましょう。お願いします。はい。新地の戦いっていうのかな。あーやばい、読めない。で、柴田勝家ね。まあ、兵数上限は私たちの方が、あれだよね、ちょっと上だもんで。オーケー。まあ、これも勝てるに違いない。さあ、行きましょう。はい、海戦七の戦い。いざ参ろうか。行きましょう。今回私は、金金沼。そして向こうは、ドラダイと鳥だね。さあ、では行きましょう。まあ、ガガ向かってっていいでしょう。はい、じゃあこっち。はい、行きましょう。さあ、まずは。あーでも敵もやっぱかなり強いな。で、沼しまった。やばい、油断は禁物ね。じゃあまずはい、行きましょう。
でちょっと沼にかかった二人は待機。さあ行け行け。まず一番やり。いやあんま前出すぎちゃいか。始めましょうか。こんな感じ。やりたい。前。さあでででごめん。こっちかな。ケチ。でこっち行こうか。ではい。さあこう行こう。さあ向こうの動きも早いな。で沼から復帰した。はい。ね、このままでは。でちょっと前出すぎた。はい。ゴリ押しもあんま良くないかもしれない。でこっち、はい、じゃあここでここ攻めよう。はい、切り込め。で前出すぎや、気をつけて。じゃあ、まあ、ここ奮闘。はい、我が覚悟、はい、お見せしよう。で攻撃されとるで。さあで作詞全軍突撃。逃げようか。一旦下がろう。はい、覚悟せよ。やりたい、お願いします。さあ一旦下がれ。やりたい。もうちょっと下がろう。覚悟せよ。やりたい、前へ。さあなんとか向こう、よしよし、いいぞいいぞ。やりたい、前へ。もうちょっと下がろうね。始めよう。さあどうだ。やりたい、もう全軍突撃終わる。やりたい、前へ。まだまだか。じゃあこう、じゃあそろそろ反撃を。さあ行こう、始めましょう。行こう。皆さんどうかお気をつけて。で高祖壁さんがちょっと厳しいな。前へ。でちょっと総大将は始めよう、下がろう。はい、行こう。始めようか。敵の居所まで。さあ、あー柴田勝家強いな。始めよう。ちょっと厳しいね。でーやばい、抜けようとしてる。やめなさい、やめてやめて。うわーやばい。あー風が壊される。やめて。やつを追え、やつを追うんだ。お願いします。で、もうやめなさい。あんまもう前で出すぎなさい。前で出すぎるのはやめなさい。覚悟せよ。でこう、もう出ないか。やりたい、前へ。あー駒は、まあ駒を玉砕させるか。覚悟しろ、投げ払え。こう、はい。で、こういこう。沼かかった、よし、いいぞよ。さあ、いけるいける。こいつは絶対逃がすな。やりたい、前。さあで、あとあと、じゃあこっち。負けるとは。あー、やられた。うわ、強いな。もう一舞台やられた。いやもうちょっと耐えよう、もうちょっと。よし、こっから、はい。だいぶ向こうもスタミナ切れだから。やりたい、前。ちょっと総大将の私は厳しい。負け戦かよ。さあ、ちょっと逃げよう。はい、ね、覚悟せよ。どうかな、ま、か。オッケー。負けるとは。さあどうでしょう、どうでしょう。よしよ。でこっち行こう。はい、始めよう。やばいな、結構強いぞやっぱ。でこっち、はい、始めよう。でこっち行こう。でそうそう狙ってこう。はい、こっち覚悟せよ。でこう行こう。ごめんねよ。で推進ちゃん大丈夫、どうかお気をつけて。同じにできません。ああ、引きましょう。強いな。覚悟せよ。だ、負けてらんない。鈴木茂でやられた。マゴイチ。やりたい。さあでここです。はい、奮闘。やりよう。さあでここ。オッケー、いいよ。さあでここ。やばい。さあさあさあ、逃げる。はい。で、よしよし、いいよいいよ。さあ、下がりながら戦う。オッケー、危なかった、よかった。ふう、やりたい、前へ。よう頑張った。まあこれで織田家は滅びるでしょう。負けはせぬ。まあ兵も出せんだろうしね。よーし、よし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 。で捕獲したのこの3人、うん、まあ逃がしてあげましょう、うん。さあでこっからよ、行きましょう。はい、で、高安を落とした、オッケー、やったー。で、3人捕獲して、あ、で、東洋。あーで、秀長が捕まってる。うわー。秀吉はうちに下ったから、こっち来ればいいのに。まあ、逃がしてあげましょう。はい。よーし。で、秀吉はとりあえず待機。で、織田家の伊藤盛政が説得に応じる。で、須野本到着。おい、89日か、かかるな。さあ、出ました。
当家は十二分に武威を展開に示しました。武家の棟梁として総武事令を発し、戦乱のように幕を下ろしますか。まあまあまあ待ちなさい宇治政、もうちょっと待とう、うん、さあ織田家を滅ぼしてからでいい。報告いたします。先月の勝利です。さあエンディングの状況は整いました。さあこの月で織田家を滅ぼすことはできるか、行きましょう。はい。さあで長宗我部家が、あーと竜造寺家が良かったよかった。これはもちろん長宗我部家を応援しましょう。頑張ってください。はい。で有岡城見てね、完了。オッケー、ナイス、いいですよ。はいよ。さあで八上城ほか一つの城で流行り病、わかった。で室津城やっと到着できた。はい。方位27、あ、交渉ができる。はいはい。なんと今すぐ話をしたいと思うこと。はい、了解です。じゃあ沢田正幸決めちゃってください。私は佐竹家の沢田正幸、私が城主の前田利家です。さあではじゃあ城主投稿。はい、オッケー、前田利家うちに来た、やったー、うん、室津城スピード攻略です。よし行きましょう。で入り病、うわすごいな恐ろしい。で長宗我部家が毛利家に戦を仕掛けたんだね。ここはまあ不参戦で。さあで安土城でも流行り病、おお恐ろしい。さあで筒井城落とした。オッケー、ナイス、オッケー、容赦はせぬぞ。いいよ。でこの方をじゃあ投与しまして、まあみんな逃がしてあげる。はい、さあまあ本当に織田家が折れるのも時間の問題でしょう。で掛川か、やばいな。いや小田原すごいいや流行り病がすごい、怖い怖いよ。富士吉田城で流行り病。さああれだけ牽制を振るっていた織田家ももう滅亡の時なのかもしれません。行きましょう。はい、我が野望。さあ信長様最後の抵抗かな。覇王の野望ドーン。で長宗我部家と竜造寺家、これはあー長宗我部家勝ったか、やっぱ強いな。さあで朝廷より使えるものが来ております。はい了解です。買いまーす。はい。さあで長宗我部家と毛利家、あー長宗我部家勝つか、やっぱ強いな、すごいな。で有岡城兵糧攻めで落とした。ナイスねね、もうねねさんすごいわ。行きましょう。はいよ。さあこれが本当にラストかな。行きましょう。はい。さあ姫路城も落ちた。はい、オッケー、ナイス。さあ残るは角本城のみ。めっちゃ捕まってるうわすごいな。はい、まあみんな逃がしてあげる。うん、はい、無罪方面です。さあ残るは角本のみ、お願いします。さあ角本城を兵糧攻めで落とした。ということは負けられぬのでは。さあ来ましたよ。はい、1585年2月、織田家は佐竹家によって滅ぼされました。この日が来たか。はい、捕獲したのは、うわーすごいなよう勝ったな私たち。いや優秀な方多いわ。で信長様は何してたの全然出てこなかったけど。はい、じゃあ皆さんようこそ。うん、まあ初段は勘弁しといてやるよ。俺を家臣にするか、面白い、使えるとしよう。 ありがとうございます信長様にそんなこと言っていただけるなんて嬉しいです。さあでは、いやー佐竹家編長かったと思ったら馬場信春さんがついにお亡くなりになりました。ありがとう、よくここまでついてきてくれました。さあそれではここで総武事令を出して戦乱の世に幕を下ろしましょう。行きましょう。はい。さあ当期は十二分に V を展開示しましたということで、はい了解です。ゲームを終了しエンディングへ移行します。本当によろしいですか。うん、はい。あなたに敵対する勢力はなくなりました。佐竹家のもと天下は統一されたのです。いやー長かった総武事令は天下総武事令とも呼ばれる。総は総と同様の意味、すべてという意味である。無事は死闘を禁じる意味、ことのない状態であれ何もするなという意味にも取れる。こう戦乱、戦よりも他にすることもなし、天下総武事ともなれば何もできぬものも多かろうな私佐竹義重。あで宇治政私を散々苦しめた宇治政だ。それで良いのでございます。何をなすにも殿の優勝を得ねばならぬ、
それこそが殿が天下人たる証にございます。そうだな、この総武寺令こそ我が力の証。乱世で最も大きな力を持つ者、それは戦いの勝利者に他ならぬということ。我こそが天下の主、我に背くことも我が意を得ぬ者も許さぬ。総武寺令はこれに背く者が滅ぼされるという武力が示されていなければ効果を発揮することもないものである。あらゆる戦いに勝利する力を持ちながら無駄な血を流すことなく武力を抑止力として行使する支配者、それが乱世という長き戦いが生んだ近代的な時代の指導者であると言えるのではないだろうか。 OK。 はい、総武寺令発布でございます。いやー、ほんとねほんとね、この佐竹家ね、多分ね、今までいろんな大名をプレイやってきたんだけど、一番苦しくて一番楽しかったかな。いやーほんと苦しめられた。いやほんとね、まあまず序盤はね、武田家を滅ぼしたところまでは良かったんだけど、その武田家を滅ぼしたことによって飛び地ができて、そこを争う戦いに巻き込まれてしまったみたいな感じなんだよね。いやーほんと苦しかったもんな。で、ほんとね、その、ほんと、すごいね、追い込まれたけど、そっからの大逆転ね。いやいや、ほんとね、日常生活でもすごい悩んだからな、どうすれば、佐竹家盛り返せるかなって。いや、ほんとね、北条に、もうほんと苦しめられた。もうほんとね、戦いたくないわ、北条家。大体ね、どの大名プレイでやってもね、北条家はほんとね、苦しめられる。いや、ほんとすごいですよ。いやー、そんな宇治政が、ね、私に仕えて、総武寺令のことで言ってきてくれたときは、ちょっと感慨深かったかな。いや、でもね、この、佐竹家のプレイで、もう、この MVP といえば、安藤千佳さんだね。安藤千佳さんが、心中から家臣に取り込んでくれみたいなことね、言ってくれなかったらね、多分ね、私、南部家に滅ぼされてたと思う、本当に。南部家と、北条家に挟み撃ちにされてたから、まあ、あかんかっただろうけど。いや、ほんとね、ありがとう。ほんとね、皆さんの応援のおかげで。いや、だいぶ苦しい時期もあった、ほんとに。いや、でも、こっからね、やっぱね、あれだね、諦めないっていうのが大事だよ。うん。どんなに劣勢になっても、準決勝をたくさん育てて、で、そこでなんとかしぶとく生きるっていうのがね、この天下人たる、ね、こう、勝因だったと思います。はい、おめでとうございまーす。さあ、ということで最高にスリリングだった佐竹義重編、これにて終了でございます。ご視聴ありがとうございました。次回の大名プレイをお楽しみ、よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のべんでした。さよならー。